どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、2021大谷警告編、今回が第4回目です。前回、ようやく休憩ポイントへ到着した TF 団。ひとまず引き返した矢先、再び F のセローが倒れることに。なんとか自力で起こしたものの、不穏な事態が続きました。果たしてこの悪い流れを止めることはできるのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。入りがな、帰り難しいな。本当見えんもんね。しかもだから行きまず到達したってちょっとこの油断がある。ああ、なるほどね。行けたっていう。得意の油断、ね。得意の油断ね。雲の巣が。よしよし。この先が全面的に深い。ベストじゃないかもしれない。いや、ほんと怖い。ここのポンポンはどこよりも怖い。ポン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 。よし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 。ここも見えづらいな。これはもっと見えづらいんだよ。後続車の考えろ。よしよしよし。オッケーオッケー。雲の巣がなければもっと集中して俺走れないけど。どんだけ嫌いなの。雲の巣にぶつかるよりも下が安全かどうか。私さ。はい。そんなに安全を言うようになったらこんなとこ来るなって話。雲にビビッと俺なんか撮って面白いねやろ。うーい、しよしよし。ここは大丈夫か。ここも大丈夫か。いいな。よし、あちゃあちゃあちゃあ、やべ。ん、こういうとこは酔えん、ほら。あー、横滑る。あー、微妙にこの斜めに入ってる溝がいやらしい、ね、ここはここちょっと深いとこある。こうか。あー、見えんな、ここ。あー、大丈夫、大丈夫、大丈夫、分かった。ここもちょっと深いとこ。あー、ここ深い。そうね、どこ覚えた。お前のでそれだいぶやべえ。そこでも全部斜めに入っておけんの感じ。あ、ゴークもあります。食ってけつったの。そんな契約ありました。終身契約。クモは全部食べる。俺の前にクモが出たら食べる。だいぶ心が落ち着いてきた。約束の時間が来てしまうの。まあさっきも走り始めてすぐ、あまりにもあれやったけど俺見てねえわ。そうや、ゴーグルやりよったけど。みたいな。今さっきのも前走りよったけど。あ、ここ危険か。大丈夫。あー、ここ溝が。溝、縦溝がずっとある。じゃあ俺右行くわ。のがいい。あー、全然上がらん。空気圧や。その対応はやっぱ空気圧のあれが大事や。あ、俺の対応。そう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 。空気圧の管理が結構大事かもしれない。基本すべきよ。なんか溝とか入ったらズルってなるけど。あの汗のになる。ここはここはまっすぐ。オッケー。
パパパ歌おう騒ごう自分のペースで行くのよ。全然見えん暗くて全然見えん見えんねこれやべえ。あーでも俺んとこはまっすぐ行ける。あーマジ。あーこれこれ意外に浅いと思う。あー浅いな。浅いけどあの底が黒いで全く見えん。黒い上に影があるけど全然見えん。おーおー大丈夫。あー滑るよ田中待ってくれー早く行け早く行け待ってくれ。いつ今過去一ぐらい近いとこマルタ越えだとマルタ物はいいよ。この先は大丈夫か。よし、ここももう横溝や。いやだ俺はこの浅い方からこんぐらいでいける。おおよし、よし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 。あちょっと休憩ゾーン。そう言っていた瞬間彼はこけた。田中ここら辺でこけるのは まだ全然いい。どういうとこやん。いやもう深いとこ映えらんよちょっと守りに入って攻めの姿勢でいこうこの岩乗り越えていくか攻めの姿勢もっとちっちゃいのですね。多分ね。いやビギナーズラックみたいな感じ。ないやん。それが通用性でかい。訓練しただけ上手くなってる。訓練した結果のビギナーズラックだからまだ分かるけど。確かに。何もしてないよ、ね。うん、まあ唯一ビギナーズラックあったとしたらあの最初のブリーズだけ。あ確かに。あれすごかった。すごかったし綺麗や。うん。あれ以降一切上がらんことない。多分あれやろ。分かってしまったよ。コントロールするのが難しいってこと分かったらちょっともうビビって手が出なかった。ビビってもうできない風を予想感え、その言い方で言うと私は実はできるんですけどなっちゃう。あ、嘘です嘘見てもらおうかお前のウィルイってやつを。アスファルトのところであんだけ上げるのがもう限界です。もうっていうとこ一切上がらんもん。ああ、そうや空でないしようなバーッバーッおおこの辺確かなんか不景とかあったみたいな。あるね。めっちゃ滑るな、これ。ちょっと滑るやん、この下。ここだろ。意外と滑るな、走る。これ行ったら。そう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 。あの足の下こすりつけたら意外と、意外とツルツルしてる。もうツルルンコ町やん。今にもウィリーしそうな。ここでウィリーしたら多分相当滑る。ここも大丈夫、オッケー。本当に大丈夫か、疑う、ビョーン。ここはだってね、田中はね、嘘つき。ここも大丈夫か。ベビー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 、田中、お前は。それ以上言うな言いたいことは分かるがそれ以上言うな。なんと思った。え、嘘つきなんだよとか。違うよ。違う、マジで基本嘘つきアピール。タナタナタナカ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 。おい、タナカナ違いますよ。もう毎回否定しようけど違います。何年一緒にいるんですかいつになったら覚えてくれるんですか。ここはここはこう。右は大丈夫、左じゃない。ここも右か。ここも右や。え？なんか今チーム。ええ、言いましたよ。ここも大丈夫か。何ですか。おお。油断ってやつやな。油断やない。今空を見ようとして上向いてしまった。一瞬空を見る。そんな余裕が君にあったな。いやなんか曇っとんなーと。おーおーおー、これはどういったっけ。この岩にはいいんやけどな。ちょっと止まります。わわ右か右や。
右じゃなかったかもしれない。お前が散々荒らしたとこ行ってよ、全く見えんねん。下の土が巻き上がってくる。やべえぐらい見えんよ、これ。何も見えんもん。ここもちょっと、バレ目あります。ここも、あ、ちょっと待って、これ、あ、ここカメラで撮ったとこ、こう降りてこう上がったとこ。今日多分俺、その地形とこ行けれんのよな。あ、そう。滑る。ここ、ちょっと待って。これ間違った、左行った方がいい。右でいいよ、右右か、こっちか。また一番前で見ようって分からん。また視野が。ここはあの陸を目指す。あ、よく分かったね。タイヤの跡が屋根だ、あの真ん中のすっげえ深いところに。で、ここがちょっと深いか。で、こう出たね。いいな。ここ出た。うわおよっしゃ、むしろずっと左でよかったかもしれない。そうや。変に考えると逆に危ない。忘れないでさ、なんかうまくならないでさ、なんか君はネイチャーな感じがとってもいい。そうだ、恐れないでこけることを。こけてみんなの笑顔を守るため。田中さん。ただ笑い声にされたらまたあいつこけてるぜみたいな。どうこの座即興で作ったけど。いいや、この辺は大丈夫。これはあ、まあこれずっと大丈夫。ビビんなこっち。おー、しずそ、ぶりの丘を越えろ。よいしょ。うぅ、登った先とかに溝があるといいね。ちょっと待って、危ない。おぉ、これ、え、まだ廃車のとこ行かんない。よいしょ。でももうすぐだと思う。うん、だいぶ戻ってきた。よいしょ。あ、もうゴールや。もうすぐや、この感じ。これが出たらゴール。あ、ここ水あります。はい。よいしょ。坂の入り口一番怖い。よいしょ、オッケー。あー、来た。あー来た。これ突然やけどな、この泡を。自然を守ったね。そう、なんだこれ、ずっと暴れる。やっぱあの車からなんか出るんかな、未だに。もうだって絶対数十年ぐらい経ってる。あっこだけやもんな、暴れる。確かに、うん、ここもあるよ。あ、ここもでも上流にあるってことはやっぱ上から来るんかな、うん、ヤシの実現在みんな使わんけよ。むしろ多分自然に優しい。よいしょ。お、バイクが撃った。お、バイクや。バイクや。お、カーブだ、ハンターカーブ。ハンターカーブ。うん。こんにちは。こんにちは。おお、初めて見た。あ、またまた来た。え、マジ？こっち側から？あ、前から。よし。こんにちは。じゃあ。おお。ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。